こんにちは、ヨシーです。今日のラクルカードはこちらのカードが出てきてくれました。で、えー、昨日の動画に続くことなんですけれども、今、えー、どう進んでいいのか、えー、どうしていったらいいのか、わ、えー、からなくなっているということで、一旦、えー、自分の心と体を休めて、 えー、自分はこれから先どうしていきたいのか、自分と向き合う時間を、えー、昨日作ってみました。で、えー、その、えー、結果というか、それがすごくカードに出てきてくれたと思っています。では、こちらなんですけれども、自分のその、えー、心が決まったことというのは、やっぱり、 自分と同じまあ私はその、えー、自分との親との関係があまりいい形ではなくて、えー、愛されてないと思って育ってきたという環境の中いたんですけれどもそんなような同じような環境の人たちのお役に立てるようなことが自分の経験の中であればシェアしていきたいという 思いで、えー、動画を撮ったり、えー、させていただいているんですけども、そのことはやっぱりブレずに、えー、やっていきたいとやっぱ思ったので、それは続けていきたいと思いました。えー、そして、えー、これから先どこに向かっていくのかということは、もうこの、えー、自分にとったらですけど、この流れに乗って、 このまあ、旅を続けながら、その旅でえ感じたこと、えーです、感じたことと自分のその違うの今までのいろんな経験してきたことでえシェアできることをやっぱりシェアしながら、まあ、あの旅を、まあ、結局続けながら、でもあの人生は本当に何があるかからないので、 ここに、えー、いようと思う場所、えー、そういうことがあれば、またあ、この人とずっといたいなって思うようなことが、えー、やっぱりその、確認できたら、えー、そこにいたり、まあ、そういうことがあるかもしれません。でも、えー、今日からはまた、えー、旅を続けていこうと思っています。実は別府の方で、 仕事を短期でやろうと思って、えー、聞いてみたんですけどやっぱり今の社会情勢の中で今は無理だということで、まあ、そういったことも実は発端にありました、まあ、それがいいきっかけとなって今一度自分の気持ちを確認することができた、えー、とてもいい出来事だったと思っています、まあ、そういうこともあって自分の中にまた再び不安がえー、まあよぎったというかなんですけども こちらのカードなんですけども、えー、そういったことはあっても今まで自分が私の場合の話はなんですけども今まで自分がまいてきた種自分だったらそういうふうにお役に自分の経験をお役に立てたいと思うことで自分がまいてきた種やっぱりその種は無駄になってないと思うんですね、えー、そのことに気づかせていただきましたそして やっぱり、えー、この旅を続けてこられたのも、本当に、例えば、ー、自分自身は今、えー、仕事が得られなくて収入がないという不安の中に、えーうん、一旦、えー、気持ちが入ってしまったんですけど、周、ま、り、あ、を見たら、例えばこうやって心配宿泊させてくれる宿があったり、ということはやっぱりそこで働いてくれている方々がいたり、駅で働いてくれている方、 えー、コンビニやスーパー。今こういう社会情勢の中でも動いてくれている方たちがいて、そういう方たちの支えがあるから今があるんだなと思って、やっぱり、えー、5月から東京出てきたわけですけど、今日までこうして無事で、えー、ちゃんと部屋の中で眠ることができる。やっぱりそれは奇跡なんだなと思って、本当に改めて感謝もできました。 なので、えー、一人一人に恩返しすることは難しいんですけども自分もそのいただいたご恩をやっぱりこれから、えー、あの他の方にお役に立てるように恩返ししていきたいと思ったんですね。でその種をまいたことはやっぱり今その表面的には何にも変わらないそういうふうに感じたとしても絶対にそれは無駄無駄なことはなく。 絶対の水面下でも、まあ、見えないところでも、すごく広がっている、広がってくれている、そんな風に感じたんです。なので今は、まだ、えぇ、ー、っ眠っているかのような、そんな感覚かもしれないんですけども、やっぱり、その人生に無駄はないと、えー、信じることで、やっぱり花開いていくことが絶対あるんだと、えー、感じ、 改めて感じましたそして気持ちをリフレッシュしたことで気持ちがそうポジティブに前向きにいられたことですごくあのまた気持ちが、えー、心地よくなってきたですねでこれから向かう先がまたすごく楽しみになってきましたまた気持ちがポジティブに気持ちが明るくなることによってまた前に進める 進んでいきたいと思え,思えましたそしてその気持ちは自分の内側にある自分への愛情でもあるんだなと思ったんですその、えー、不安な気持ちその気持ちを否定することなく自分と向き合ったことで自分の奥の奥が本当に何を望んでいるかに気付けて えー、そういう自分と向き合ったことでまた自分を、えー、一つ好きになれてそして自分への愛情がまた目覚めてまた前に進んでいける、えー、そういうことをまた龍神様も教えてくれていると思いましたそしてまた「決断の時」っていうカードが出てきてくれたんですけどまたここで自分の気持ちを改めて確認したことでまた前に進もうという決断ができました なのでまた今日から、えー、再出発です今日は、えー、博多を後にしてこれから山口県に向かっていこうと思いますもし、えー、誰かのお役に立てたなら本当に幸せですそれでは、えー、即興いたしますなんだか これからが楽しみ。そう。人生はたった一度だから。楽しんで。その楽しむという気持ちが本当に宝なんだよ。ご視聴ありがとうございます。みんなにも流れのごとくたくさんの幸せが降り注ぎますように。それではまた、ヨッシーでした。 拜拜。Bye bye.